私たち友達だよね。お願い、やめて。友達なら何しても許してくれるよね。ミーミー、いや。お前ムカつくんだよ。やめて。私たち友達だよね。友達なら何しても許してくれるよね。私は小学校の時にいじめられていました。今度こそいじめのないクラスでお願いします。何してるの？何？てかさっさと入りなよ。何してんの？私のこと。え？何？覚えて。私のこと覚えてないんだね。あんなにいじめてたくせに。おはよう。おお、セーラー服似合うじゃん。そう、シューズもいい感じじゃん。本当に？今日の授業はいじめについてだ。みんなが思うことを教えてほしい。はい。じゃあ、ダメちゃん。いじめがあったらみんなで止めるべきだと思います。ありがとう、ダメちゃん。間違ってることは間違ってるって言ったら素敵だよな。はい。私はいじめる側もいじめられる側も問題があると思います。そうだな。だからなおさら周りが話を聞いてあげる必要はあるよな。お前さすがに責めすぎだろ。そう、だって本当にそうだよ。みんなありがとう。じゃあ授業を進めるな。はい。お、ミミか。じゃあ話してくれるか。私はいじめを受けていました。そうだったのか。そのことはどうだったんだ？私が不登校になったんで会ってません。ただ私はいじめのせいで学校生活がむちゃくちゃになりました。話してくれてありがとうな。高校生活は充実させような。じゃあそんなにみんな拍手を。あんた大変だったみたいだね。よし、わかった。私があんたを守ってあげるよ。え？こうして私のことを忘れたかつてのいじめっ子と私は友達になった。ミミ帰るよ。うん。私は私はじゃあ提出物回収するぞ。
いいんです、これ。先生、私提出物忘れました。ああ、もう高校生なんだからしっかりしろよ。はい、すいません。かやちゃん、お昼は屋上で食べない？おお、いいね。ミミから誘ってくるの珍しいね。そうだね、少し話もしたくてさ。話？どんな話？私、実はいじめられてたの。おお、この間言ってたね。でも大丈夫、私がミミを守って。そのいじめっ子はね、いじめてた人のことを忘れてるの。それはひどいね。ひどいよね、いじめっ子のおかゆちゃん。え？覚えてないよね。だって小学校の頃だもん。待って、ね、私はね、忘れることなんてできないんだよ。ごめんミミ、あの時は私どうかしてたの。あとね、私たちそう友達だよね。お願いやめて。友達なら何しても許してくれるよね。いや、やめて。これも全部あんたが私に言った言葉なんだよ。私あなたのこと傷つけたのに。確かに傷ついた。でもあなたはあの時とは違う。ミーミー、ありがとう。改めてだけど、私ともう一回友達になってくれる？もちろん、これからはずっと守ってあげるからね。ついた。でもあなたは今の、うん、違う。行くな行くな。あなたはあの時とは違う。あなたはあの時とは違う。うん。はい、行きます。3。手が映ってんだよお前。手が映ってるから。